佐渡市大須美容場の国道350号、新潟県佐渡市、両津港付近国道350号は、新潟県新潟市中央区から佐渡市を経由して上越市に至る一般国道。佐渡島内にある唯一の国道である。道路統計年表によると1 1 1 6トル佐渡基線によると1 4 5トルは海上区間であり、 この区間を航行する佐渡汽船の二航路が国道を兼ねる。かつて新潟市中央区のモズ島地内には東国道の単独区間が存在したが、モズ島地区で行われた再開発事業や竜大橋の建設事業により、三和町モズ島間は道を全廃して臨港道路として整備された。この区間の建設事業は国土交通省が実施し、 開通後の管理業務は引き続き、新潟県新潟地域振興局が担うことになったが、管理部局は、指定区間以外の国道と県道を管理する同局、地域整備部から、新潟港の港湾施設を管理する同局、新潟港湾事務所に移管した。新潟市は2007年4月1日に、政令指定都市へ移行したため、国県道の管理業務は、県から新潟市に移管しているが、 林港道路は港湾施設に該当するため管理権は港湾管理者にあり、政令市移行後も引き続き、新潟港湾事務所が管理業務を行っている。このためあたり国道の新潟市中央区内の区間は、他国道との重複区間のみとなっている。佐渡島内のうち、両津港から国中平野を横断し、佐渡市役所のある金内を経て、島西側の経済、 文京の拠点である沢田までの区間は、沢田耐の新潟県道45号佐渡一周線、新潟県道31号相川沢田線と合わせて本線と呼ばれており、両津地区と国、県の出先機関が多く置かれている相川地区とを結ぶ幹線道路としても機能している。350号は沢田から島西川を南下し、間野を経て、小木港に至る。 なお佐渡島内の両津港、小木港周辺部も新潟港周辺部と同様、臨港道路の整備進捗によって、東国道の区間と佐渡汽船のターミナルビルとは直接接続しない構造となっている。東国道の助ケ島内の区間は、県佐渡地域振興局地域整備部が管理業務を行っているが、臨港道路の管理業務は、東部の港湾空港庁舎が担当している。 上越市内の区間は、佐渡汽船直越港ターミナルから南下し、国道8号、直越バイパス、国道18号上新バイパスと交差する、下原入地内で終点となる。なお、直越港周辺部は、全室3カ所と異なり、地上区間は、佐渡汽船のターミナルビルの敷地と直接接しており、臨港道路を返さずに接続している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び、経過値は次の通り。1967年に、新潟、両津航路にカーフェリーが就航し、佐渡島内の交通量も増加したが、島内の道路は劣悪で交通に支障が出ていた。道路整備を進めるため、島内の自治体が、島内の県道を国道に昇格するよう、田中閣営に陳情を行った。陳情を受けた田中は建設省に掛け合ったが、 離島内で完結する道路は、道路法5条1号の都道府県庁所在地その他政治上、経済上または文化上を特に重要な都市を連絡する道路という、一般国道の指定要件を満たさないことから、国道指定は難航した。田中が新潟市と佐渡島、佐渡島と上越市の間の航路も区間に含め、形式上新潟市と上越市を結ぶ路線とすることで、 道路方向上の要件を満たすという方法を考案し、1975年に一般国道指定を果たした。本州側の新潟と佐渡島を結ぶ2航路が国道350号の会場区間である。佐渡汽船がこの2航路を管轄しており、両航路のカーフェリーのデッキ部には国道航路350号と書かれたペイントが施されている。会場区間を持つ。 一般国道の中でも本土から離島へ渡り、また本土へ別航路で戻るという得意な特徴を持っている路線でもある。平日24時間交通量。ありがとうございます。